スティーブ・ジョブズは、ウォルター・アイザックソンによる電気。スティーブ・ジョブズを原案に、アーロン・ソーキンが脚本して、ダニー・ボイルが監督した、2015年の電気映画で、ある。アメリカで2015年10月、日本で2016年2月12日にそれぞれ公開された。スティーブが発案した革新的なパーソナルコンピュータで、ある、1984年のマッキントッシュ。 1988年のネクストキューブ、1998年のアイマック、それぞれの発表前に苦悩するジョブズを描いている。カッコ内は日本語吹き替え当初は、ソニーピクチャーズが制作し、デビッド・フィンチャーが監督して、アーロン・ソーキンが脚本する映画、ソーシャルネットワークのメンバーで、ジョブズ役にクリスチャン・ベールを予定していたが、フィンチャーが監督を降板して、 ソニーピクチャーズが制作を止め、ユニバーサルピクチャーズが制作権利を得た。第73回ゴールデングローブ賞で、アーロン・ソーキンが脚本賞、ダニエル・ペンバートンが作曲賞、マイケル・ファスベンダーが主演男優賞、ケイト・ウィンスレットが助演女優賞に、それぞれノミネートされて、脚本賞と助演女優賞を獲得している。第88回アカデミー賞で、 マイケル・ファスベンダーが主演男優賞、ケイト・ウィンスレットが助演女優賞にそれぞれノミネートされた。ありがとうございます。